アラン・デュアン・エンブリーはアメリカ合衆国オレゴン州ザ・ダルーズ出身の元野球選手。1989年の MLB ドラフトでクリーブランド・インディアンスから5巡目で指名され入団し、1992年9月15日にメジャーデビュー。1997年3月25日にマーキス・クリッソムとのトレードでケニー・ロフトンと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍。 1997年から2008年にかけて12年連続で50試合以上に当番。1998年6月23日にラススプリンガーとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍し、シーズン終了後の11月10日にダンテパウエルとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍。2000年11月22日に左肩の手術を受けた。 2001年は5月下旬に故障者リスト入りとなったが、6月半ばにメジャー復帰。6月29日にシカゴホワイトソックスヘトレード移籍し、シーズン終了後にサンディエゴパドレスへ FA 移籍。2002年は6月26日にボストンレッドソックスヘトレード移籍し、同年の両チームでの通算防御率は自己最高の2.18を記録。二千四年は、 リーグチャンピオンシップシリーズで7試合中6試合、ワールドシリーズで4試合中3試合に登板し、チームは86年ぶりにワールドチャンピオンとなった。2005年は43試合の登板で、防御率7.65の成績で、7月19日に戦力外通告を受けたが、7月30日にニューヨークヤンキースがバディングルームを解雇させ、エンブリーと契約。 ヤンキースでは24試合の登板で防御率7.53ポストシーズンではロースター入りしたが登板することなくシーズンを終えたエインブリーはフォーシーム主体の投球からツーシーム主体の投球に切り替え2006年はパドレスで73試合登板で防御率3.27と復活シーズン終了後にオークランドアスレチックスと二年総額百五十万ドル 3年目は300万ドルの球団オプションの契約に合意。ヒューストンストリートが故障者リスト入りした際には代わりにクローザーを務め、2007年は17セーブを記録。2008年は70試合の登板で防御率4.96でシーズンを終え、アスレチックスはオプションを行使せず、エンブリーはコロラドロッキーズへ移籍。2009年7月11日のブレイブス戦で、 マーティンプラドの打球が足に直撃し、右肩骨骨折でシーズンを終えた。この登板が最後となり、現在は引退している。ありがとうございます。